速攻。絶好調の久保建英、圧巻にゴール4戦連続 MOM、もうしていけ。前半9分と44分に得点を記録。76分には記録はオウンゴールとなったものの、久保のシュートから得点。開幕から4戦連続 MOM 獲得となった。また、久保交代後に2失点している。結果は5-3でソシエダが今季初白星となった。久保の決定力が神がかってきたな。さすがラリーガの顔だよ。今季もシメオネから徹底マークされる久保の姿が見えた。マジで久保いなくなったらここまで全敗やろ。開幕から4戦連続 MOM はさすがにやりすぎやろ。トラオレも MOM やったな。トラオレはタケちゃんとやった SD 史上最高だわ。マジでバルサかレアルに移籍してくれ。タケの頑張りを後半のお笑いサッカーでチャラにすんのやめろよ。モモは次のチャンスもらえるのかな。機会の質の重要性。なんでタケ交代してからいつもお笑い始まるん。今のルタイム。久保の代わりにはザハランの方が良さそうだな。今日はあかん。お笑いネタ提供にはいいが。MOM 製造マシーン。